にちは、速稼塾の久保です。今日はね、すごい衝撃的なニュースといいますか、注目のニュースが飛び込んできました。というのがですね、NHK から国民を守ると、いわゆる N 国党の立花隆さんがマツコデラックスさんと、それから東京 MX テレビをなんとね、集団訴訟をやっぱり起こすそうなんですよ。これは何で起こすかと言いますと、マツコデラックスさん、もしくは東京 MX テレビにどうなんですかってことをね、聞いてみたいんだけども、全く答えてくれないと。テレビ放送メディアという権利を持ってるのに全く反応しないというところに対して、公平な、ね、言論を担保するために、放送法4条ですよね、放送法4条違反なんじゃないかなということで、提訴するそうなんですよ。ここですごく注目なのは、テレビでですね、一般の人を攻撃するようなことをして、誰も擁護しないような番組放送っていうのは、やっぱり公平中立を欠くのかどうかっていう風な疑問が、ついに、ね、ここでですね、立花隆さんのおかげで、決着するということなんですよ。ここにですね、司法がどう味方してくるのか、どっちかにね。で、私たちは本当に言論が担保されているのか、これ歴史の教科書に載るぐらいのものすごい注目の判決だと思います。なぜ立花隆さんっていうのはテレビメディアからソース感といいますかね、全く無視されているわけなんですよ。なぜなら立花隆さんの言うことが放送メディアをかなりですね、困らせているからなんですよ。特権がなくなるからなんですよね。私たちは YouTube っていうのを手に入れました。私もそうですけども、自分の表現をすることができます。でも私みたいな本当にね、無名なものでも何か表現すれば、いちいちつついてくる人がいるんですよ、私に対してね。で、 Facebook で何か記事書いたら、そんなことをするなと、お前も一緒になって嫌われるぞみたいなことを言うわけなんですよ。で、こういうふうなね、言ってみれば、私から見ると卑怯な作戦があるわけなんですよ。しかも同胞たる一般市民っていうのは足を引っ張り合ってるんですよ、こうやって。やっぱりね、出るものは打たれるって言いますけども、日本っていうのはすぐに足を引っ張る文化でねって言いますけども、引っ張ってるのは誰だって話なんですよ。降板するらしいですね。語尾に夢中を降板すると、ちょうどいい時期だったんじゃないですかね。もともとマツコデラックスさんは語尾に夢中に対してあんまりいい感情を持っていなかったんで、かなりね、横暴に振る舞っていたとは聞いてます。知らないですけどね、そういう風な話を聞いたことがあります。で、プラスマツコデラックスさんが横暴な態度を取っている、その東京 MX テレビの制作会社とかね、現場で働く人はものすごく白給でですね、安い給料でブラック労働をされてるわけなんですよ。腹が立ってしょうがないという気持ちなんだろうなと思いますよね。大手に使われてる中小子会社みたいな気持ちなんではないかなと思います。この辺は真実は定かではありませんので、私がね、そうなのかなとぼやっと思うぐらいなんですけども、マツコデラックスさんに私は別に恨みはないんですよね。嫌いでもないですしね。ただやっぱり今回マツコ・デラックスさんと東京 MX テレビさんがあまりにも頑強で無視を続けるんで、報道の自由とかね、公平性っていうのがどうなのかっていうところに、やっぱり私もそうです、すごい興味があるわけなんですよ。 NHK の偏向報道とかね、テレビは嘘ばっかりとか、皆さんね、マスゴミだとか言うじゃないですか。じゃあそういうふうに文句言われには誰も声を上げなかったんですよ。誰も文句言わなかった。要するにね、強いものにみんなね、ビビりすぎなんですよ。いいじゃないですか。このまんま強いものに支配されて不自由な暮らしを送るのも、反抗して討ち死にするのも似たようなもんですよ。私はそう思いますんで、ちょっと相手がでかいとね、すぐにもうビビるみたいなのはもうしょうがないんですけども、ね、私はちょっとね、ちょっと突っ張り根性がまだありますんで、その辺はよくわかんないけど負けてたまるかって気持ちがあるわけですよね。ただ今回残念なことに、私ね、別に N 国党に投票したわけじゃないんで、今回の集団訴訟の権利ないんですよね。ですんで、見守らせていただくということになりますけども、ただやっぱり放送が本当に中立なのか、そして私たちは本当にですね、マスゴミというほどマスコミに対して本当に反感を持っているのか、本気で戦うつもりがあるのかっていう風なね、そんなことになってくると思います。かくいう私もこうやって YouTube 活動してますけども、テレビの取材が来るとちょっと嬉しくて出たくなるんですよ。で、出ないですけどね、一応出ないですけども、いやでもね、今ね、速稼塾の久保さんからどうですかみたいな感じでサンジャポ出てくださいって言われたら、私はね、ホイホイ出るかと思いますよ。こういうね、しょうもないところもありますけども、来ないんで強がってます。オファーが来ても出るかみたいなことね、言ってられますけども、そうですね、やっぱりね、アクセス欲しいですからね、アクセス欲しい、アクセスが欲しいからテレビメディア地上波に出たいって気持ちもありますけども、待て待て、
YouTube で十分アクセス取ってるじゃないかという気持ちもあるし、なんとも悩ましいってことですね。まあ私の場合はテレビからオファーが来ることがないんで、まあ今回のね、ことの成り行きをしっかりと見させていただこうかなと思いますけども、それから私も隠居してる身なんでね、隠居の取材ってのは別に来ないでしょ。隠居してるわけですから。隠居にしてはよくね、人前出てるなって言われるんですけども、まあ大して出てないですから。皆さんの前によく出てるだけで、いわゆる世間一般大衆の目から見ると、私のね、久保哲郎の久の字すら知られてない状態ですから、まあ、私も無名のまんまこのまま突き進むんではないかと思います。まあ、せめてねこの Facebook ライブの皆さん、それから YouTube を見てる皆さんとだけなんかね仲良く、時には意見を戦わしながらやっていきたいかなと思います。さあでもやっぱりどちらにしてもね注目ですね。この裁判がどうなるんですか。被告不在のような気もしますけどね。要するに被告が口頭弁論出てくると喋んないといけないんで、玉木さんありがとうございます。由美さんもありがとうございます。関西とそして青森ですね。このね YouTube 私広島から放送しててもこうやってね日本中に電波が行ってるという本当にありがたい時代だなと思います。私テレビを見ることあんまりないんですけども、でもテレビの番組も結構好きなんでね、 YouTube でテレビ見てるんですよね。そうなるといいコンテンツ作る方っているんですよ。だからこそ思いますけども、一部の人の既得権益の横暴で放送されるはずのものが放送されないっていうふうなことはできればやめていただきたいなと思うんですよね。私たちは公平中立に情報を見る資格がある、権利があるわけですよ。でも今のままだったらテレビで喋れないことを YouTube で喋るってものをリサーチしないといけないんですよね。探さないといけないんですよね。テレビではやっぱりいろんな意見を交わすべきですし、スポンサーの意向ももちろんあると思いますけども、やっぱりスポンサーに対してね弓を引くような意見もあって叱るべきだと思うんですよ。そういうところで番組ですとか出演者さんがスポンサーとかね、一部の人の特権階級を持ってる人の機嫌を損ねても、でも仕事はちゃんと出れるようなね、そんな環境を整えてもらいたいなと思うんですよね。例えて見ればですね、あれですよ、イエス・キリストを信じてない人もイエス・キリストは救ってくださるというね、そんな感じですか。宗教に関わらず、人はどんな行いをしたかによってまあなんかね助けられるかどうか分かんないですけどもね。いやー楽しみだな。はい、こんな感じでございます。じゃあまた明日会いましょう。失礼します。